コールド兄弟の上田智也です。3月8日16時半から18時の会は、今日から始める施設企画の持続可能性ということで、大規模な施設運営だったり、あるいは東京オリンピック、あるいは大阪万博、そういった大規模なイベントですね、これからの社会、そういった企画の運営であったり施設の運営にも持続可能性の追求達成っていうのが求められてきます。ここではそういった施設であったり企画の持続可能性が今までどのように検討されてきたのか、あるいはこれからどこを重点的に考えていけばいいのかというのを皆さんと一緒に90分間考えていければいいかなというふうに思っております。それでは今日から始める施設企画の持続可能性ということで、本日こちら大きく3部構成でお送りしていきます。第1部は持続可能性の次なる挑戦、2025大阪・関西万博に向かってということで、日本国際博覧会協会の永見様から2025大阪・関西万博に向けて様々検討されている持続可能性について話題提供していただきます。続いて第2部は京都里山 SDGs ラボ立ち上げ秘話ということで、僕たちが今ここで配信している京都里山 SDGs ラボ POTOS ですね、この POTOS の立ち上げに際し、いろいろと尽力された市瀬さん、そして三本さんに、その時の特に注意した点であったり苦労話、そういう立ち上げ秘話を伺っていきます。そして最後第3部、第3部は兄弟生プレゼンツ新たなる持続可能性ガイドラインということで、第1部第2部で出てきたような話も踏まえながら、最終的にこれからの社会、施設あるいは企画の運営に際して、どのような持続可能性を、考えていけばいいのか、それを、示してくれるガイドライン、そういうのを、兄弟生が、議論して考えてみましたので、そちらをご紹介したいというふうに思っております。それでは、早速ですね、登壇者の、ご紹介から参ります。本日登壇いただくのはこちらのお三方です。2025年日本国際博覧会協会の永見康様、京北名木生産協同組合の市瀬明弘様、京都里山 SDGs ラボ運営協議会 JT の三本俊夫様、この3名に登壇していただきます。司会は私コールド兄弟の上田智也が務めさせていただきます。よろしくお願いします。それではまず永見様から簡単に自己紹介の方をよろしくお願いいたします。永見康と申します。本日はこのような場をいただきありがとうございます。私は日本国際博覧会協会持続可能性部長というのに1月に着任いたしました。もともと環境省からの職員で出向してまいったところです。また後ほどいろいろと博覧会についてご説明差し上げます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは続いて市瀬様、よろしくお願いします。よろしくお願いします。京北名木生産協同組合の理事をしております、市瀬明弘と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回このラボの重機等を入れさせていただきました。まだ後ほどまたお話をしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは最後に三本様、よろしくお願いします。はい、ことす運営協議会の事務局のお手伝いをさせていただいてます。施設のですね、主に整備というところで、携わらさせていただきました、JT の三本です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、早速ですね、永見様から、万博に向けた、検討事項、その他いろいろな話題提供をしていただきたいと思います。永見様、よろしくお願いいたします。はい、皆さんご覧いただけてますでしょうか。はい、こちらの資料で説明させていただきます。2025年日本国際博覧会のご紹介と、あとその持続可能性への取り組みについてご紹介させていただきます。なかなかまだ大阪・関西万博浸透してないところもあるかと思います。開催概要からご説明させていただきます。2025年4月から10月に命輝く未来社会のデザインというテーマで、大阪の夢島という
西の方に、大阪市の西の方にあるですね、埋め立て地で、万博を開催いたします。サブテーマとして命を救う、命に力を与える、命をつなぐというテーマを掲げまして、またコンセプト未来社会の実験場ということで、さまざまな実験的な取り組みを行っていくということで、やっております。このような形でですね、海と空に囲まれた万博ということで、開催をしたいと考えております。実際のところはですね、こちらのような会場図となっております。ウォーターワールドと呼んでいるところ、これは水域で、ショーだとかに使っていきたいと考えているところです。またグリーンワールドという、左側の 42.9 ヘクタールですけれども、こちらはメガソーラーがあったり、入り口の交通ターミナルがあったり、というところであり、屋外のイベント広場というのが1個あるんですけれども、それ以外は割となんというか付随して、使われるような施設が主となっております。ですので、こちらのパビリオンワールドというところで、65.7 ヘクタール、ディズニーランドや USJ よりちょっと大きいかなという感じのところでですね、パビリオン展示を、参加国であったり企業であったり、そういった方々が展示物を繰り広げると、こういうような形になっております。で、こちら具体的に何をやるのかということでいうと、公式参加のパビリオンというのがございます。あと公式行事、それ参加国のそれぞれ記念の日であったりというのを行うというのがあります。またテーマ実践ということで、日本のパビリオン、自治体のパビリオン、民間のパビリオン、その他テーマに沿ったプロデューサーが作られるパビリオンというようなのがあります。また未来社会ショーケースということで、未来社会のショーケースの事業、実験ということで、すいません、順番が逆になりますけれども、こうしたカーボンニュートラルの最先端の技術展示であるとか、水素エネルギーの技術であるとか、空飛ぶ車であるとか、自動翻訳とか、そうしたものを展示していきたいと、こういうふうに思って今準備を進めているところです。また各国であるとか、国際機関については、SDGs のゴールとの関連サブテーマ、先ほど申し上げた命を救う、力を与える、つなぐ、これらのサブテーマとの関係というのを意識したテーマをそれぞれに掲げていただいて、展示をしていただくと、こういうような形になっております。そしてまた今でも、会場内外、会場の外との取り組みとのつながりというのを持ってですね、今いろいろ取り組んでいらっしゃる命輝く未来社会のデザインというテーマに沿ったような取り組みと連携をしてまいりまして、その取り組みを万博を使って発信していっていただくというような TMEXPO2025 というプログラムもすでに始めておりまして、開催期間中は会場を使って発信をしていくというのをやっていただけたらというふうに思っております。一緒に TMEXPO2025 に関しては、産官学が連携して持続可能な地域づくりを目指す活動であったりとか、小中学生がや子どもたちが SDGs 達成を目指すロボット政策を通じて世界の子どもと競争を進める活動などなど、そういったものをですね、一緒に進めていくというのを、万博の機会を契機に取り組みを進めていただきたいということで、一緒に取り組みを進めていただける方を募集していただきます。そのような中でですね、大阪・関西万博持続可能性、
どのような取り組みを進めていくかというところをご説明差し上げたいと思います。ISO14001 というのは今日お聞きの方は聞いたことがあるかと思います。企業の環境マネジメントシステムの認証制度 ISO14001 というのがあります。それに沿って目標を立てて、管理をして PDCA を回すというものがありまして、その基準をクリアしていれば認証がもらえるというものになりますが、これについてはイベント、大阪関西万博の場合はイベントということで、イベント用の ISO というのがありまして、20121ということになりますが、これの認証取得を目指そうと、東京オリンピック・パラリンピック大会であるとか、あと、その前のビッグが大きなイベントでも、この ISO20121 を取られているというところがあるので、我々も取っていこうと考えています。このようなメガイベントにおける、そういった持続可能性の取り組み ISO というのは、ロンドンでのオリンピックぐらいから本格的になったということで、万博で言いますと2015年にミラノ万博、あと今まさにドバイで万博開催中ですけれども、こうしたところでも持続可能性の取り組みというのは進めてきておりまして、我々としては道とさらに上の取り組みというのを進めていきたいと思っております。ですので協会の中で目標を立て、博覧会協会の中で目標を立てて、その目標を達成するために取り組みを進めるということで、まずはマネジメントシステムということなので、協会の中の取り組みの PDCA を回していくというような取り組みを進めています。最終的にはこの ISO を取りたいということで考えております。そのため、というか、ISO は手段であって目的ではないんですけれども、持続可能性に関するマネジメントシステムをいずれにせよ ISO を取るにせよ取らないにせよ作っていくというのは、持続可能性を考える上では重要だと思っております。このために基本的な考え方、基本方針である持続可能性方針というのを県があるべきだろうということで、有識者の先生方に関与いただいてですね、カーボンニュートラルなどということで、3R 廃棄物もそうですし、人権であるとか、そういったところも含めて持続可能性の観点から配慮すべき分野などについて、専門的な知見からご議論いただいて、持続可能性方針というのをもうじきですね、公表をしたいと考えております。でその中でですね、個別の目標とか KPI っていうのを達成すべき KPI というのを定めて、いきたいと思っております。その下で、いろいろ取り組みを、半年間の大きなイベントということで、考えていかなければいけないということになっています。今具体的に取り組みを進めているのは、一つは脱炭素、資源循環、この辺は我々の責任で、施設、技術、最新技術の施設の整備などをやっていかなければならないというところで、そのための考え方であるとか連携方策を考えるということで、エクスポ2025グリーンビジョンというのを策定をして改定を進めているところです。またオリンピック・パラリンピックであるとか、その今までのドバイ万博、ミラノ万博なんかでは調達コードというものが定められておりました。東京オリパラの例にを見ますと、共通の全体の調達ものであるとかサービスであるとかを調達するときの持続可能性の観点からの配慮をした基準というのを作ると、共通のものを作ると同時に木材、東京オリンピック・パラリンピックの場合は木材、紙、水産物、農産物、畜産物、パーム油
この6個について基準を作られています。また東京オリンピックパラリンピックの場合はそれらを使った後、まあ、調達行動はどうしてもこういうものを調達しましょうとかどういうものを調達すべきかということが書かれているものですので、使い終わった後のこと もちろん使い終わった後のことも配慮して調達すべきなんですけれども、まあ、はい、最終的な処分処理処分の仕方などについて、あと原料化取り用再資源化そういった観点については別途調達行動とは違うものを定め東京オリパラでは定められていると聞いております。この全体像についてはまだ検討中なんですけれども、調達行動共通基準であるとかあと木の基準などについては、木については建設作業を進めていく上では基礎を作るときにコンクリートを入れる、その際にはコンクリートの型枠パネルコンクリートの型枠が必要になってきたりというところで木材も使いますので、もう建設工事というのを始める段になってきておりますので、そうした調達構造の検討というのは早めにやっていかなければならないと考えております。はい、で次にグリーンビジョンですけれども、こちら先ほど申し上げた温室効果ガスの関係のことを未来社会の実験場というコンセプトからいろいろお見せする設置してお見せしていくことを考えております。今回私どもも東京オリパラの例に倣ってレガシーというものは非常に念頭に置いてやっていかなければいけないと思っております。その場合会場の中だけで終わるわけだけではなくて、大阪であるとか関西広くは日本にいろいろ波及効果影響を及ぼすものでプロジェクトを作っていきたいと考えております。ですので会場の外と連携して温室効果ガスの削減であるとかゴミの削減そういったものを進めていきたいと思っております。また重点的な取り組む分野のであり導入する技術先進的なものについて温室効果ガスの削減であるとか吸収だとかそういったものを進めてまいりたいと思っています。またレガシーという観点から重要になってくるのはやはり需要サイド来場してくださる方々協力してくださる方々と一緒になって削減をするそれマイボトルであるとかそういったものも含まれると思うんですけれども、そういったものを一緒にやっていこうという機運を盛り上げてい、くということを考えて、おります。具体的にはグリーンビジョン技術的なところ大掛かりに装置が必要なものがまず書かれております。エネルギーのマネジメントシステムであるとか電力貯蔵水素の関係の発電であるとか次世代モビリティ再生可能エネルギーの導入であるとか食品財産からのバイオガスの製造であるとかそういったところを最初に検討しているところであります。ただ技術的に、装置というのはすぐにできるものではないのでこちらを早めに取り組みを進めてまいりました。その一方でやはり私どもは先ほど申し上げた通りレガシー大阪関西日本に何を残せるかというのを非常に重要視して検討を進めていますので、基本的には今後はさまざまな主体学生もそうですし地域の方々を巻き込んで取り組みを進めていきたいと考えております。例えば温室効果ガスの削減については需要化サイドの巻き込みをしっかりしていきたいと思っています。来場予定者の日常来場にかかる温室効果ガスをナッジやクレジットを利用して削減していくような仕組み作りというのも考えたいと思います。顕著に現れるのは海外から来るお客様来場者の方々について言えば今後2025という段階でいうとサステナブルエビエーションフュール温室効果ガスの排出の少ない燃料を使っていただくとかクレジットも同時に購入してもらうみたいなものもあるかと思います。
います。また 3R 循環について言うと、食品ロス削減対策、プラスチックの対策、ファッションロックスの対策、こういったものを大阪関西の方々と協力して枠組みを作っていきたいと考えております。プラスチックについてはマイボトルの利用促進であるとか、パビリオンだとかを訪問するといろいろ記念品のようなものをもらったりしますし、あと夏場にかかりますので、うちわなんかもあるかと思います。こういったものについて、プラスチックの使用量を減らしていくような対策というのを作っていきたいと思います。またファッションロスについても、ユニフォームというのが、各パビリオンで作られると思っています。共通のものも予定しておりますので、こういったもののあり方、どういったもの素材で作るか、どういった素材形で処理処分していくか、こういったところを検討していきたいと思っています。また生物多様性についても取り組みを進めなければいけないと思っています。なかなか郊外の埋め立て地というところでいうと一石一鳥に取り組みができるものでもないのですけれども、検討材料として残っております。また何度も申し上げている通り、大阪関西日本全体にレガシーとして何を残せるか、リサイクルについての、例えばですけどリサイクルについての機運であったり仕組みであったり、リサイクルもご承知の通り、最終的にそのゴミをリサイクルしてくれる処理施設のようなものがないとなかなかできませんし、一緒になって廃棄物を収集運搬するような仕組みというのもあり得るかと思っております。そうしたものを万博をきっかけに、万博とともに作って、将来的にそういったものを生かしていくというような形ができればなと思っております。これらについてはお金をかければいろいろ何でもできるんだとは思います。ただお金、かけずにというか、協力してやることによって経費を節減しつつ取り組みを進められたらと思っておりますので、今日お聞きの方々であるとか、学生さんであるとか、そういった方々とも協力して、特に循環関係というのは政府の取り組みという、日常で言いますと政府の取り組みというよりは大阪府大阪市をはじめとした自治体の取り組みというのは非常に大きな位置を占めるのでですね、そういったところを行って 3R 循環の取り組みを進め、温室効果ガスの削減も進めていけたらと思っております。はい、これは完全に作法で、万博こういった方々にも応援していただいております。以上となります。はい、ありがとうございます。2025年万博決まった時は僕もまだまだ先のことだなと思ってたんですけども、気づけばあっという間に東京オリンピックも終わり、2022年というわけで、このあと3年4年あっという間に来るかなっていうところも半分で、僕も大阪のスイター出身なんですけども、スイターが、以前の1970年の万博があったっていうところで、すごい万博に個人的に親しみを持っていると言いますか、次の万博が自分が若い間に来る、でそこでこうエコールドでも取り組んでるような持続可能性っていうのもテーマになっている、そういうところがどういうふうに形になるのかなっていうのはすごい楽しみに思っているところです。でそうですね、皆さんも一瀬さんあるいは三本さんもいろいろと資料を見ながら、考えること思われることあったと思うんですけど、何か三本さんコメントあるいは質問とありますでしょうか。はい、貴重なご意見、内容を聞かせていただきましてありがとうございます。なかなかこう万博っていうのは華やかなイメージ、パビリオンがあって、人がたくさんいてて楽しんでる様子っていうだけがなんかイメージとして私の中ですぐ入ってくるんですけれども、今日お話しいただいたのは、それを支えるための準備段階のお話を聞かせていただいたということでいけば、非常に貴重な話になったんだろうなというふうに思っております。ありがとうございます。少しこう、私たちのこのコトスもですね、
どう調達ものを調達しようかとか、まあ、そういう整備なんかで、すごくこう苦労した点もあったかと思うんですけども、多分万博の中でも調達について、何かこう指針みたいなものを考えながら今現在されてるんだろうというふうには思ってはおるんですけど、なかなかこうやりたくてもできないと言いますか、まあ、コスト面もあるでしょうし、さまざまな面でご苦労あるかと思うんですけれども、少しどのような形で今後調達っていうのを考えていくのかなということで、参考までにお聞かせいただければというふうに思います。まあ、調達に関しては、まあ、いい意味でレガシーということで、東京オリパラからいろいろ学んでですね、そういったものを生かしていきたいと思っております。ただ、まあ、いろいろ、まあ、本当に直近でいうと国際的な情勢が不安定で、資材の値上がりなんかも考えなければいけないかもしれないですし、あと、まあ、イベントとしての違いですね、そこをどう考えるか、やはりお越しいただいてこその万博というところはありますので、まあ、大阪の特色というのを十分生かしていきたいと。大阪の特色の一つというとやはり食であるというところですので、そういったものが生きるように、で、まあまあ、もちろん大手さんでもいろいろ大阪特有のものを出せるところはあるんだと思うんですけれども、やはり地元の方々の事業というのも生かしつつということになると、どこまでですね、まあ、本当はしっかりやり出せばいろいろトレーサビリティとかそういった問題もあるんですけれども、現状としてですね、なるべく環境負荷の少ないものを使うということではあるんですけれども、その一方で地域の特性なんかもしっかり考えつつやらなければいけないかなとは思っております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、まあ、調達というところで、まあ、東京オリンピックでもいろいろと、まあ、問題にもなりましたし、またあるいはまあそこからいろいろな議論に発展したところもあるかなと思います。で、特にまあこれほどの大規模イベントになると、もう調達する量がまあ僕らが普段使うようなものとは桁違いのようになってくるので、まあ一つ、例えば一つ、まあ、ものを変えた、ちょっと環境のいいものに変えた、それだけでかなりの影響量があると思うので、なんかそういったあたりもこういうことを基準にした、参考にしたっていうのがあれば、またいろいろと僕たちの方でも、はい、参考にしていきたいなというふうに思います。一瀬さん、他に何かいかがでしょうか。東京オリンピックで国際委員会議場とかにたくさん木が使われてるんですけども、やっぱり関東圏であまり関西には影響がなかったのかなっていうふうに私自身は思っております。今回、まあ、大阪万博ということで、建物にはなかなか使いにくいところがあるかもしれないんですけども、まあ、いろんなところで、木を使ったものを使っていただきたいなというのが、この関西の林業家の願いではないかなというふうには思います。途中コンクリートの型枠っていう木材っていう話も出ていましたし、まあ、多分ここからのパビリオンでもいくつか木を使ったそういう特色も出てくるところもあるのかなというふうに、まあ、個人的にはそういうのがあってほしいなというふうには期待はしているんですけど、何かそういった検討とかもなされていたりはしますか。そうですね、まあ、パビリオンについてはそれぞれ参加国であるとか参加企業の特色が生かされる部分もあるんですけれども、協会独自で整備する部分もあります。まあ、またやっぱり脱プラスチックという文脈で、少なくとも多分食器類について
はリサイクル、リユース前提になってくると思いますし、まあそうでなかった、まあ、リユースできなかったとしても、例えばプラスチックのナイフフォークについては木製のものを考えるとか、そういった部分もあります。ですので、まあ、先ほどなかなか建造物には地元産というのは難しいかなというご発言もありましたけれども、いろいろ使い方というのはあると思いますので、皆さんのご提案も踏まえてですね、いろいろ検討していきたいと思っております。まあ、身近に使えるところでやはり、まあ、弁当箱は弁当の容器であるとか、食器であるとかというところは少なくとも脱プラスチックという流れはありますし、2025年に向けてはそれも強化されていくと思いますので、そういった文脈の中で木であるとか、そういったものもしっかり活かしていきたいと思っております。ありがとうございます。それでは、時間も限りありますので、僕の方から最後に一つだけ質問をさせていただこうかなというふうに思います。まあ、今回僕たち の僕が後で発表するガイドラインでも少し話題になったんですけども、その、まあ、持続可能性を考えるというところで、まあ、どの範囲で持続可能性を考えるのか、例えば会場近辺だけ会場の運営として考えるのか、あるいは少し広げて大阪市、あるいは大阪府という、そういう単位で、まあ、持続可能性を考えるのか、そういう意味では先ほどの、飛行機で、これ海外から来られる方 のクレジットっていう話もありましたけど、まあ、どの程度の枠で設定して、持続可能性を目指すのがいいのか、どういうところが目指すべきなのか、そういうところを検討されていたら教えてください。まあ、やっぱり参加される方々の取り組みというのはいろいろな形でこちらも応援をして一緒に削減であるとか持続可能性を追求した形にしていきたいと思っております。やはり半年で終わるイベントですので、後に残るものというのも何らか残さなければいけない。それは形のあるものでなくても仕組みであったり意識であったりそういったものも含めてということになりますので、我々としてはお答えに直接答えるとなるべく広めに関係する方々すべてと一緒にやっていきたいということになるかと思います。はい、ありがとうございます。僕が今少し聞いててハッてしたのが、まあ、半年しかないイベントっていうところで、まあ、僕が今まで見てきた大きなイベントってもオリンピック・パラリンピックとかでも1ヶ月2ヶ月っていうところで、まあ、そういう意味では半年間ある万博っていうのはすごい長い期間のイベントだなというふうに捉えていたんですけども、まあ、その半年間以上もっと先を見据えていろいろと持続可能性あるいは運営レガシーっていうところを検討されているっていう感じですかね。まあそうですね。はい、わかりました。ありがとうございます。それでは、永見様の方から、2025大阪関西万博に関する、話題提供していただきました。永見様ありがとうございました。ありがとうございました。はい、続いてはですね、第2部ということで、京都里山 SDGs ラボの立ち上げ秘話の方に参ります。第2部の、初めに私の方から簡単に、この、京都里山 SDGs ラボコトスがある京北地域の特徴とコトスについて、ご紹介させていただきます。京北地域についてですね、まずは、京北地域は、ご覧のように、京都市右京区の、北部に、位置します。国道162号で、ずっと、市街地の方から、行っていただいて、車で約1時間の距離にある場所です。森林が、京北地域の 93% を占めるということで非常に、自然豊かな、土地になっております。これからの季節ですね、4月になると、上昇工事であったりだとか、黒田の百年桜みたいな桜も綺麗になると聞いている、すごい、自然に恵まれた、場所です。この、森林が 93% を占めるというところで、代々、こちら林業が、盛んな土地柄となっています。
この京北地域についてはかつては金利御領地、いわゆる、天皇家の領地でありました。そして、京北地域を流れている川、桂川を通じて、御所造営用、京都御所造営用、あるいは嵐山の方に、木材を供給していたと言われています。右側の写真にあるように、切った丸太でイカダを組んで、それでイカダを流して、水運で、木材を運んでおりました。また、近年は、北山杉の、有名な産地でもありまして、写真にあるような、北山磨き丸太であったり、北山デシボ丸太、こういった、丸太が、取れる、土地になっています。この丸太をすき家建築であったり床柱の衣装材として使ってきている、使われてきているというふうになります。最後にコトスについてご紹介いたします。正式名称が京都里山 SDGs ラボというところで、廃校となった京北第一小学校の校舎をそのまま利用しています。なのでまた後ほど映像にあります校舎、基本的に木がすごく多く見受けられるんですけども、この木の校舎については18年前にこの京北第一小学校が建てられたその当時から使われている木になります。そしてこの廃校を利用するにあたって京北産の木材を利用し活用した重機ですね、日常的に利用する家具であったり道具、食器などそういった重機を導入したり、写真、右下写真にありますように寒さ対策のために二重窓を導入するなどしてテレワーク拠点コトスとして生まれ変わらせたというふうになります。はい、それではこの重機の導入であったり二重窓、あるいはその他コトスの立ち上げの際整備にかかった三本さん、市瀬さんにいろいろと工夫した点、あるいは苦労した点、いろいろお聞きしたいなと思います。はい、それではまずはじめに重機ですね、少しカメラ引いてもらえますかね。こちら僕らが今座っているこの机もそういった重機として使われて作られたものなんですけども、まずはどういったコンセプトでこういう重機を設計しておこうというふうになったんでしょうか。はい、じゃあ私の方から少しご説明をさせていただきます。まず重機という前にですね、少しだけ今のこの私の後ろなんかもですね、これは兄弟の絵なんですけれども、その横に木があると思うんです。よく見学に来られた方なんかがですね、これも張り替えられたんですかというようなですね、お問い合わせをいただいたりなんかもします。これは実は先ほど上田さんからもご紹介いただきましたように、18年前、この学校ができた時からのですね、木でございまして、非常にいい風合いになっているかなというふうに思います。まあ、そこに合うようなですね、やっぱり重機っていうのはそれ相応にですね、いいものが入れたいなという思いもありましたし、またここ京北で私もだいたいもう7年8年ぐらい、お付き合い、されている方々もおられましたので、ぜひとも京北のですね、木で、こういう重機ができたらいいなという思いもあってですね、制作をしていただきました。当初はですね、六角形にするとか八角形にするとかというようなですね、正直悩みもあってですね、例えば八角形にしたらですね、この端のですね、この切れ端がね、少し少なくなる、でも六角形にすると大きくなるかなみたいな、そういうような悩みもこの横におられる一瀬さんともですね、右往左往しながらですね、実際にこの机ができたわけなんですけれども、少しスライドの方をですね、実はコトスに今回入れた重機っていうのは、通常机っていうのは真四角の机なんですけれども、少しこれ多分順番がかなり後ろから入ってきてるかなと思ったりはするんですけど、今少し映像がザラザラと流れたとは思うんですけれども、
まあ、もともとはですね、こういう台形の机をですね、それを組み合わせて、例えば六角形でこういう、まあ、円卓に近いようなレイアウトにしてみたりですね、こういう S の字にしてみたり、さまざまなレイアウトが作れるなというふうに、思っています。で、なぜこんなような少し変わった形状の机を導入させていただいたかなというふうに思いますとですね、それはまあ、コトスっていうのはさまざまな方にご利用いただきたい、そういう意味ではですね、まあ、コミュニケーションをどう進化させるかみたいなところの中でですね、例えば円卓を囲んでしゃべる、もしくは人と人の間隔を少し空けて座るといったような形を作るにはどうしたらいいんだろうなということで、行き着くところこの六角形のこの台形を組み合わせて六角形を作るとか、こういうテーブルで、少し楽しむような感覚でレイアウトができたらいいかなということで、考えてきました。で、実際にですね、その材質っていうものもですね、少しこうカメラでは質感が少し分かりにくいかもわからないんで、後ほど石田さんの方から材質について少し、ご説明をいただこうというふうに思っているんですけども、まあ杉という材っていうのは比較的少し柔らかめの材なんですけれども、それをですね、一工夫してですね、すごく質感もいい仕上がりができそうだということも実は前々から聞いていましたので、まあ、その辺でですね、非常にこう一度来て、実際に見ていただいてですね、風合いなんかも見て、ぜひとも、まあ、利用される事業所さん、もしくは、まあ、そういう例えば万博の机がこういうのになったらいいなとか勝手に思ったりもするんですけれども、まあ、ぜひとも今後ともご利用いただければいいんじゃないのかなというふうに思ったりします。すいません、長々と。ありがとうございます。では、今ちらっと話に上がった材質について、市瀬さん、教えてもらってもいいでしょうか。はい、私の組合は北山丸太北山杉を中心に扱っている組合です。で、丸太に関してはいろんな丸太がありまして、これが、磨き丸太で、顔を向いた松本これと他に先ほどスライドでありましたけれども、天然のデシボ丸太で、結構床柱の中では最高級品の部類にあたるものなんですけれども、これを今丸太として、なかなか需要が少ない、建築様式の変化で畳の部屋がまず少なくなった。で、床の間がなくなって、床柱がこう入って使っていただく建築がなかなか少ないというところで、なんとかこの天然絞りを丸太を使ったものが何かできないかなっていうことで、今回これを製材をかけて、スライスしました。そうすると、まあ、通常つるっとした木の場合はこういった板目になりますけれども、天然絞りの表面は、まあ、ボコボコとコブ状のものがありますので、これをスライスするとこういった形の面白い木目ができます。で、この木目をなんとか活かせないかなっていうので、いろいろ試行錯誤をして、2年ほど前に、この天然絞りの、厚水工場の完成をさしました。で、先ほど水坊さんからおっしゃりましたけど、杉って柔らかいです。まあ、ヒノキの方が硬いんですけども、なんとかそれを克服するために圧縮をかけたらどうかなっていうで、40% 圧縮を5センチの厚みの材料を3センチまで圧縮をして、作りました。で、こういった形の板を10センチぐらいの幅の板を横にこう継ぎ合わせて、
面白い木目のテーブルであるテーブルの天板を作りました。で、同じようなこの木目の木というのは他で例えると霧島杉の、霧島杉とか、それから屋久島の屋久杉、それとかあとは秋田杉、それももう何百年も経った木でないとなかなかこういった木目が出てこないというのをがあったので、ちょっとこれは北山杉の丸太の表面を生かしたんじゃなくて木目を生かした素材を、提供したいなということで、私の方からこの天然絞りの厚みす合板とあとヒノキの無地の素材を使ったものと2種類今回提案をさせていただいて、採用していただいたところが重機の素材になります。はい、ありがとうございます。まあ、今話にもあった木目がすごい特徴的なあの木のテーブルっていうので、僕も初め見た時何なんだろうこれはって、なかなか見慣れない今木目だなというので、はい、いろいろとびっくりしてたんですけど、聞くとなるほどなと。でまた、床柱に今はもともと使われてた、材がこういう形で、生まれ変わって普段、今までとはまた違う使われ方をすることで、活路が見出せるというところはすごい視点を切り替えて新しい形で使っていくっていうのが、持続可能性などここからも長く使っていくっていうところに大事なのかなというふうに思います。で、このこういう材にこの机とかもすごい大きいテーブルになるんですけども、なかなかそれ今そこにテーブルにあるような、太さからだと作れないと思うんですよね。そうですね。ってなるともうその木をもっともっと大きくしてというか、時間育ちすぎたぐらいの木を使ってこういうテーブルを作ってるんですか。そうですね。特にその、丸太っていうのが、ここ見ていただく通り、丸深淵に近いっていう丸太が、あるんですけども、山に放置をした、天然絞りを磨き丸太といや丸太として床柱として、生産できない木を今は使っているんですけども、どうしてもこの売れ口っていうんですか、太さがだいたい12センチから15センチぐらいの木が一般的に流通する寸法太さなんですけども、山には結構昔の話をすると高級品で、これ1本でクラウン、最高級の国産車が買いだりするぐらいの値打ちのある高い木だったんですけども、それを結構山にたくさん植えて、おりますけども、なかなか需要が少ないので供給するできるする本数が限られている。そうなってくると山にたくさんこう残っていく。そうするとどん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 成長するので、バッキーを超えてしまった木がある。それをなんとかうまいこと生かせるっていうのが、あるんで、通常この今回加工した木に関してはもう大きさが20センチとか25センチぐらいの大きな木を、しかもちょっと変形したようなので丸太には流通できないできにくい木を特に選んで加工をしました。ちょっとその丸太にも使いにくいような木をあえて選んで加工したっていう。そうですね。やっぱり木もそれぞれいろいろ成長するっていうところで、なかなか使いやすい木使いにくい木っていうのがあるんですかね。木なんでいろいろな、天然絞りの中でもいろんな種類があります。大きな工具もあれば細かい工具も小さい工具もありますので、今回は、こういった面白い木目が出やすい木を選んで、作ったんですけども、なかなかその材料が集まらなくて、なんとかいろんな木を、素材をスライスして、
作ったんですけども、どうしても板目状になってしまう木が出てきたりして、なかなか揃ったいいものができにくかったんですけど、なんとか頑張って今回の写真をいただきました。いろいろな努力の結晶、試行錯誤の結果がもうここに並んでいるこの木のテーブルたち、移住木たちっていう形なんですね。はい、まあ、確かにそういう意味では、まあ、ちょっと生まれ変わらすっていうところでは、僕もこの間京都駅で見てあって思ったんですけど、丸太の座るところ、ベンチの座るところを丸太にしてある、まあ、コトスにも置いてあるんですけど、ベンチの足のところだけは鉄ですかね、鉄で、座るところだけ丸太で、その丸太が、まあ、座って何年かして朽ちてきたらというか、劣化してきたらまた新しい磨き丸太に付け替えて何度も何度も、長いこと使うっていう、そういうのも見て、なかなか木だけの椅子であったり、まあ、鉄だけの椅子っていうのを見てきたんですけど、そこを融合させて、でしかもそこの座るところを取り替えるっていう、そういう発想が個人的にすごい斬新だなと思って、丸太に座る経験ってなかなかないなと思いながら、しかも京北の磨き丸太みたいなあれも、あれ今回、まあ、そのいろいろと床柱とかに、使われる量が少なくなってきたっていうのを元に新しく開発しようってなった椅子なんですか？そうですね、確かそれが多分7年ぐらい前かなとは思ってるんですけれども、まあ、当時、京都 造形芸術大学の学長をされておられました大池先生に少し、デザインをお願いしながらですね、京都府産の木材を使っていこうみたいなプロジェクトで、いろいろこう学生さんともいろいろ話をして、まあ、京都府産の木材と言いながらも、やはり私たちもすぐイメージしたのが丸太をイメージしたので、少しいろんなところと相談しながら、なんかこういいものができないかな、まあ、正直床柱にお尻を引くっていうのは必ずしもどうなのかという意見もなくはなかったんですけれども、やはり、見ていただいて、そして座っていただいて、触っていただいて、木の良さっていうのを感じてもらう、ともすればわからない人だったらプラスチック製かなとかって思ったりする方もおられるかもわからないんですけれども、そういう意味ではそこが、まあ、少しこう伊勢さんとのつながりの始まりでもあったかなというふうに思っています。まあ、非常にこう質感がですね、非常にこういいので、そういう意味ではもともとは本当はそのまま使う、いや床柱として使えるっていうのが一番いいんですけども、正直先ほど伊勢さんも言っておられましたように、和室が作られない、もしくはもう柱すらがもう見えなくてですね、クロスに全て覆われてしまっている家っていうのがもう大半なのかなというふうに、思いますので、やはり少しでもこう活路を見出す、そういう仕組みがやっぱり今後とも必要なんではないのかななんて思ったりもしています。そうですね、やっぱり、コトスに来ると木の良さといいますか、なかなか普段の生活だと、まあ、コンクリートだったり見れて生活しているので、いざこういうところに来ると、あ、やっぱり木のある生活っていいんだなっていうのは、なんていうか理屈じゃなくて心で感じるというところがあるので、やっぱそういうところで積極的に、まあ、使えるところは木を、まあ、使っていきたいな、僕も私生活で導入できそうなところはしてみたいなとか思いつつ、でもなんだかんだプラスチックの方が便利だなとか思いつつという感じですね。結構ね、プラスチックの代替として木っていうのはよくね、まあ、出てはくるんですけども、なかなか、まあ、そう簡単にこうパッて導入できる、しやすいものとしにくいものがあるといいますか、特になんかテーブルとかはなか、まあ、お値段張るものはありますし、はい、というあたりで、まあ、いろいろと木の、重機の導入であったり木について聞いてきましたけども、永見様も何か、まあ、万博の、観点であったり、あるいは、もう完全な個人的な興味でも構いませんので、何か一つ二つ質問コメントいただければと思いますが、いかがでしょうか？
はい、ありがとうございます。私も木材非常に共感するところはあるんですけれども、まあ、なかなか訴え方アピールの仕方っていうのが難しいなという側面もあって、まあ、国の言い方なんかだと多面的機能とかそんなことも言ったりしますけれども、なかなかずっと言い続けて、ずっと言い方もあんまり変わってないなみたいなところもあったりします。まあ、その一方でに、まあ、そろそろ、まあ、私どもで言うと、万博で言うとやはり2030年とか、そういうものを、まあ、区切り SDGs での区切りとかも考えてますし、2025年になってくるとだいぶコロナも願望が入ってますけれども、落ち着いて、万博でもいろいろ外国からお客さんが来ていただけるのではないかとこういうようなことも考えておりますので、まあ、外国の何でしょう、ストーリー性を持たすとか、いろいろ工夫の仕方はあるのかなとは思うんですけれども、いろんな人にうまくアピールして、うまく関西、京都関西の木であるとか自然の多様性であるとか、そういったものを一緒に、うまくアピールできたらなと思っております。ありがとうございます。なかなか、まあ、後世に残るものというところで、木は、まあ、使いやすいところと、まあ、使いにくいところがあるのかな。特に僕は大学の研究専門が土木なので、やっぱり昔コンクリートがある前の時代ってなると、まあ、木の橋を架けるっていうところでいろいろ、まあ、勉強してて面白いなって思ったのが、昔の、まあ、橋は、まあ、火事が多かったっていうところもありますけど、なんていうか、もう20年30年持つことを前提にしていない、もう10年で一旦まあ朽ちて使えなくなるか、まあ、洪水で流されて、ダメになるからその都度、ちゃんと掛け替えながら、まあ、技術をこう更新しつつ木材も使いつつみたいな、昔は昔でそういった形の持続可能性持続性があったんだなっていうのは、まあ、見てて、それは今 の例えばコンクリートで一つのものを作ったら100年使うっていうところとすごい対極にはあるんですけど、両方まあ持続可能性を達成する形としてはありな形なのかな。特にまあ木材をなかなか大量に使う場所がもう限られてきてるなというのはあるので、そういった意味でこういうまあ中規模の少しどんどん、まあ更新もしつついろいろと使っていきやすい木材の利用の形があればいいのかなというふうには思いますね。何か重機以外にもその北山杉だったり木材の活用法っていうのを検討されてたりはするんですか？そうですね、北山杉、北山丸太っていうのはどちらかというと、まあ、なんていうの、飾り物っていう形の考え方が多かったんですけども、今は京都大学の方で、曲げですね、横にしたり縦にしたりして丸いままで使っていただけるような構造材として、いろんなその数字で表さないとやっぱりアピールできないので、それでいくと同じ太さの柱、製材した柱と丸いもの丸太のままでいくと強度がやっぱり 1.3 倍とか横にしたら 1.8 倍っていう強度が出てきますので、なんとかこれ構造材で使っていただけるかなというような、まあ、すき家作りとかお茶室の柱には面川柱っていう柱で、実際に柱として使ってますけども、一般 の, 家でも使っていただきたいなというふうに思っています。ただ工業製品じゃないんで、今度万博の時でも急にこんだけ材料が欲しいなと言われても、なかなかストックヤードというのが ないのが現状なんですよね、この日本の国産材の中では。だから前もってこういった形の木を使いたいですっていうことなら、前もって製材をして乾燥させてストックをしてっていうのができるんですけど、大きな建物を作る時
だけの材料が欲しいんやけどって急に言われても工業製品じゃないからそんなん無理やでということに、ことがあって、結局使いたいんやけども使えない事例が今までたくさんあったんですよ。だからもうちょっと長期のなんか前もって2年3年ぐらい前あたりからこういう計画がありますよどうですかっていうような子たちを先にこう出していただくと使っていただける機を準備ができる、できやすいんじゃないかというように思います。でよく言われるのが、ね、丸太で上も下も変わらん太さの木をください。そんなんプラスチック作ったらどうやってよく言うんですけども、自然にできるものなので、上と3メーター上と3メーター下というかこの下の太さの違いができるのは当然のことなんだけど、なかなかね若い建築士がそういったことを分かってない、人が多いんで、なんとかその工業製品じゃないですっていう概念頭をこう植え付けてもらって、これからそういうこういった木を使っていただきたい、なかなか難しいことかもしれませんけどね。はい、ちなみにあえてこう視聴者の皆さんに聞いてもいただくんですけど、よく最近ウッドショックっていうことで多分視聴者の方でもわ木材されてたら大層儲けてはるんちゃうやろかとかっていうふうに思っておられる視聴者の方もおられると思うんですけど、伊勢さんどうですか。実際外材っていうに使われてた構造材が国産材に変わってる部分がたくさんあります。でそれはまあ構造材として杉ヒノキ、特に関東の方は杉、関西の方はヒノキが多いんですけども、値段が高くなっているのは現実、ここ1、2年ですよね。でこれからまたこのぐらいの関係でロシア材がもちろん入ってこなくなってくるんじゃないかなという懸念があるんで、またそれに輪をかけて、値段が上がるんじゃない、値段が戻るっていう、前の値段に戻るっていう風になってほしいなと思います。木っていうのはただ単にその山で植えて、木材を生産するだけじゃなくて、やっぱり川下の人のいろんな広域で木を持ってるんで、その木の生産だけじゃなくて、それ以外のこともやっぱり考えていただきたいと思います。はい、儲かってる儲かってないが聞きたかったんですけど、ちょっと言っちゃいますと、構造材は確かに今必要とされているので実は儲かってる方もおられるかもわかんないですけど、先ほど来出てますのがこの磨き丸太というのは構造、今の現段階では構造材ではないので、そういう面でいうとなかなかやっぱりそこまで需要が伸びていかないっていうのが、正直経営の現状でもあるのかなというふうに思ってありました。すいません、私が答え言っちゃいました、ね、質問しながら言って悪かったんですけど、正直私も伊勢さんとお会いして木のことを少し勉強するようになってですね、これもある方今実は遠い面ぐらいにおられるんですけど、少しいいヒントをいただいたんですけど、北山丸太っていうのと他の生産地と何が違うんだろうというふうにこう的確な答えをこの間してましたよということを聞いたんですけれども、北山杉っていうのはそもそも皮を剥いたらすぐ出荷ができるような状態で、もう育てていく、ある意味太さなんかも大きさなんかも、葉っぱをですね事前に落として、こんだけツルツルになるのもですね、実は枝をきちっと落としているからこういう形状にも出来上がっていく、要は山から切って下ろしてきて皮を剥けばもう出荷というようなすごくスピーディーな生産方式なんですね。でも一般的に他の材なんかはですね、皮を当然剥いていく、それで製材をする、初めて木材として出荷ができるというような、
そういう意味では節があったりとか、でも、まあ、その辺がやっぱり北山丸太というのと違いがある、そういうことなんですよみたいな話を聞いて、ああなるほどなというふうな話も聞きましたけど、なんか少しコメントいただいたら。製材品の木っていうのはいわゆる体系部だから、今で言うと、まあね、年月で言うとやっぱり100年っていうのが一つの括りかなというふうに思ってます。徳柱になるこの北山杉に関しては大体30年40年50年ですんで、もうその半分もしくは3分の1ぐらいの期間で、植えて伐採して出荷できるといういわゆる短期型の短期集約的な林業なので、全国でももう珍しい林業まあ、そんな簡単に剥いてそのまま出すわけにはあの含水率があったりして、やっぱり乾いた木でないと割れたりかびたりしますので、やっぱその辺は製材品といくらも変わらないんですけども、ただ違うのは製材品というのは半工業製品、太さとか厚みやとかそういうのは全部人工的にできるんですけど、こっちの場合は丸太の場合はこう切った時点でその太さがもう決まってしまうので、その辺の違いが工業製品じゃないですよ、先ほど言ったプラスチックじゃないですよ、工業製品じゃないですよっていうのが特徴かなと。まあ、その工業製品じゃないからこその良さというか、まあ一本それぞれがもう一本ものっていうところもあるのかなと思うので、なんかそのお互いいいところをこう持ち寄って使いたいところに使いたいものが使えるように、でまたその使いたいってなった時にちゃんと何でしょう、調達できるような準備はお互いです欲しい側も前もって言うし、前もって言われたのに対してこう、まあ、準備をするだったり製材あるいはもう森林管理の方から、していくっていうのがもう求められる、なんかそのなんて言うんでしょう、ただまあ木が欲しいからちょうだいよって消費者側が言うんじゃなくて、まあ、その辺まで知った上で、まあ、こういう材が欲しい、こういう風にしたいっていうのがお互い言い合えるような社会になっていけたらいいなっていう風に思いますね。はい、というわけで、まあ、フォトスの住居の話から京北の林業の話にすごくいろいろと、あるいは日本の木材の話について広がっていきましたけども、はい、三本さんとあと一瀬さんに、今年の立ち上げ秘話ということでいろいろお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、最後ですね、第3部、京大生プレゼンツの、新たなる持続可能性ガイドラインの、紹介に、移りたいと思います。今回、まあ、今までに、様々な施設あるいは企画を行う際に、ガイドライン、サステナビリティガイドラインっていうのが、作成されてきました。有名なところでいきますと、東京マイスサステナビリティガイドライン、あるいは、サステナブルブランド、2021横浜レポート、あと東京オリンピック・パラリンピックの持続可能性レポートなどをエコールドメンバーで内容を読みながら比較検討を行いました。本ガイドラインの目指すところは、今回のシンポジウムのテーマにもあります自分ごと化ですね。大きな施設であったり企画を運営する際には運営する側はもちろん持続可能性について配慮をする必要があるのではないかなと思います。ただ、例えば、環境に、二酸化炭素の排出量が少ない、車を導入するだとか、省エネ機器を導入する、そういった、運営者の取り組みに全てを任せて参加者が、何をしてもいい、どんな、乱暴なことをしてもいいというわけではなく、参加者側も、その施設を利用するあるいは企画に参加する中で、取り組めるガイドラインを作る、自分ごと化してその行動に移すというガイドラインを
作成することを目指しました。そして、今回のガイドラインのコンセプトですね、一番の目標は地球も人も喜ぶ施設、あるいは地球も人も喜ぶ企画になります。今回はここコトスに合わせてガイドラインを作成しましたので施設という形で紹介をさせていただきます。そしてこの地球も人も喜ぶ施設、その実現に向けて解決すべき課題、あるいは達成すべき目標というものを東京マイスサステイナビリティガイドラインなどを参考にしながら議論した結果、この8つに絞ることにしました。脱炭素、ゴミゼロ、持続可能な調達、管理と教育、この左側4つに関しては東京マイスサステイナビリティガイドライン等でも細かく述べられているところになります。そして今回こココトスが京北地域に根ざした施設を目指すというところで、地域コミュニティの活性化、そして地域資源の活用というところを新たに達成すべき目標に設定しています。そして最後ですね、ウェルビーイングの向上、そしてダイバーシティ&インクルージョン、この8つになります。ウェルビーイングと言いますのは WHO の世界保健機構の定義によりますと、肉体的、精神的、社会的に満たされていることになります。これは病気になっている、なっていないというところではなくて、肉体的、精神的、社会的、そういった状態で満たされていることを、あれですね、体の健康も心の健康も、あと社会的に健康になるというところを目指す。例えば、日頃は市街地で仕事をしているけれども、休日コトスに来て木に囲まれる、あるいは自然に囲まれる、そういった体験をすることで心が元気になる、体が元気になってくれる、来場者がそうなるような施設を目指したいということになります。そしてダイバーシティ&インクルージョンにつきましては、近年さまざま叫ばれております。例えば性的マイノリティ LGBTQ であったりだとか、視覚障害者、ディスレクシア等の身体障害者の方にも、そういう多様性も お互いに認め、そして全員が一緒になって物事に取り組む、誰かを排除するのではなくて全員が一緒、インクルージョン、インクルードされてインクルードできるような、そういう施設を目指そうというところになります。その結果この8つの項目を挙げました。そして自分ごと化に向けては、この8つの項目をマンダラチャートを活用することで行おうと考えています。このマンダラチャート、マンダラートとも言います。数年前ですね、メジャーリーガーの大谷翔平選手が使っていたということでも一時話題になりました。左側のように、3×3 の9マスの真ん中にメイン目標を置いていて、そのメイン目標に対して関連5区、そのメイン目標を達成するために関連するものっていうのを8つ書き出します。で、その後ですね、そのこの各関連目標が、関連5区が各四隅のマスの方に移動していて、まあ、同じワードが入るんですけども、それぞれに対してまたこの小さいマンダラと 3×3 の枠が出来上がる中に、それぞれの関連語句を中心にさらに8つ関連語句を考えて埋めて実行するという風にいう風なものになります。そして先ほどの8つの課題をもとに考えたコトスのマンダラとマンダラチャートですね、それがこちらになります。真ん中に一番の大目標である地球も人も喜ぶ施設というものを据えて、それに関連して持続可能な調達を行う、脱炭素を達成する、ゴミゼロを達成する、でウェルビーイング
の説明として、みんなの幸せを生み出すコミュニティとして地域の交流を支える、また教育管理教育という点で SDGs 教育の中心地になる、インクルージョン、ダイバーシティ&インクルージョンの点で違いを知り受け入れる場になる、そして最後に地域資源を積極的に活用する、この8つの関連語句をまずは地球も人も喜ぶ施設のを達成すになるために達成すべき項目だというふうに僕らは考えました。そして先ほど見せたようにこれら各関連語句それぞれに対して一つずつ、例えば持続可能な調達を行うであればそれに対して8つ、マスがあるんですけども、ここに運営者側あるいは参加者側が、すべき目標あるいは行動というものを、みんなで考えていくことで、自分ごと化することを目指します。例えば、ゴミゼロを達成するの場合、こちらのように、まあ、マス8つあります。で、例えば、分別ルールに従って分別を実施する、食べ残しをしない、あるいは不必要なものは買わない、こういった、参加者側が、意識して、できるものというものを書くこともあり、あるいは、運営者側として、ゴミ箱のところにコトスの分別ルールをきちんと示す、まあ、というような運営者側が実行するべきことというのもこのチャートに入れていくという形を考えています。それぞれ運営者側あるいは参加者側が実行すべき行動というものをみんなで一緒に議論する、あるいは一人で自問自答しながら、こういうことができるんじゃ、ああいうことが行動としてできるんじゃないかというところを考えた上でこのチャートを一つずつ埋めていく、そして埋めた先にそれぞれが実際に行動に移していくことで、この真ん中のゴミゼロを達成するという目標に近づいて、それをみんながやっていくことで最終的にゴミゼロの観点からゴミゼロを達成することで、人も地球も喜ぶ施設というこちらの真ん中の目標を達成できるんじゃないのかな、そういうふうにチャートをみんなで使っていきたいなというふうに考えています。そして実際にコトスにおける運用例としましては、例えば先ほどのゴミゼロを達成するというところだと、まあ、先ほどご紹介したような分別ルールに従って分別を実施する、コトスの分別ルールを示すというところで、まあ、こちらが今コトスに設置されている、リサイクルステーションですね、強資源巡るステーションなんですけども、再資源化を促進してゴミを減らすことを目指します。あるいは脱炭素を達成するという点で、現在コトスの方に2階リシンクホールにペレットストーブが導入されているんですけども、このペレットストーブを活用するであったり、ウォームビズを導入することで化石由来、化石燃料由来の燃料消費を減らして、その燃料消費を減らすことで脱炭素に向けて行動していくという形を想定しています。最後、具体事例としては最後になりますね。違いを知り、受け入れる場になるというところでは、インクルーシブデザインの導入なんかも具体例として挙げられます。こちら、C プラスウォーク T という、トヨタ自動車が開発した歩くように自由に動けるモビリティという、乗り物があります。実際に、花博記念公園鶴見緑地に導入されていまして、本日お話がありました大和リース様が運用しているとのことです。またテスが開発しました諦めない人の車椅子コーギーですね、こちらは事故等で下半身不随になった、あるいは下半身が筋力がすごく弱った方でも漕げる、そういう人たちが自分の一度は動かなくなった自分の足で
自分の足で動けるそういう可能性を提供するという、ことで、どちらも、足の不自由な方にも、移動の不自由がないようななくなるようにする、まあ、インクルーシブデザインのアイディアっていうのがいろいろと実装されてきています。まあ、そういった実装されているものを導入していくことで、実際にインクルーシブインクルージョンを達成していこうというふうに考えています。なおこの C プラスウォーク T であったり講義はコトスにてシンポジウム期間試乗ができますので、もし会期中にコトスに来られる方はぜひ試していただければなというふうに思います。はい、またここまでいくつもスライドをお見せしましたが、このスライドも少し一工夫しておりまして、この皆さんが見ている文字ですね、このフォントもユニバーサルデザインフォントというフォントを活用しています。通常の MS ゴシックであったり、まあ、明朝体そういったものよりも、強弱が少し緩まっているフォントになりまして、視覚過敏の方そういった方が、でも刺激の少ない、まあ、ような、フォントになる、まあ、こういった、少しの工夫でも、過ごしやすくなる、暮らしやすくなる、方もいるので、まあ、そういったところに、をまずは知る、そして、お互いに配慮していく、そういったことも大事であり、まあ、そういう、そういう事例も今後導入していければなというふうに考えています。はい、で、まだコトスのガイドラインについても、中心の目標が、立てたところなので、ここに関しては、運営協議会の、まあ、三本さんであったりだとか、他のイコールドの、まあ、スタッフあるいは多大の大学生含めて、みんなでいろいろと議論をしながら、あるいは地域資源の活用というところだと、まあ、一瀬さんとか地域の方々とも協力しながら、自分たちが目指す、ガイドラインを作って、行動指針そういうのを作っていけたらいいかなというふうに、考えております。というあたりで、兄弟生が考えたガイドラインというところなんですけども、何か見ていてこれを、まあ、入れてほしいな、これはいいなって思った点とか三本さんはありますか？はい、ありがとうございます。少しこう複雑になってるかな、どうなんだろう、もうちょっとみんなと議論してみて考えていければというふうに思ってるんですけど、まあ私も長い間こう会社で仕事をしていて、少しやっぱり思うのはシンプルであるべきかなという、うん、まあ誰が見てもすぐ分かりやすいとか、まあ納得性が得られやすいっていう内容腑に落ちるっていうんですかね、まあ、そういうふうに少しやっぱり考えていかないとダメかなというふうに思って、うん、まあ例えばどうですかね、分別しろというふうに言ってもですね、うん、きっと分別のゼロから分別するのではなく、ここに入れてくださいということがはっきりしていたら、うん、それは人は分けてくれるかなと思うんですけど、うん、単に分別しろだけではですね、やっぱりなかなか人って行動に起こせない、ついついもう一回しちゃべる、うん、そういう意味ではやはりまあ分かりやすい、まあ、シンプルイズベストという言葉があるんですけど、まあ、そういうのが大切なんだろうなという、うん、また人もですね、フォトスを良くするためのキーワードとして、少し一緒に考えていただければありがたいなというふうに、ありがとうございます。永見様も何か、まあ、自分ごとかというところも含めて、万博の参加者の方にもお願いすることもあるかなというふうに思うんですけども、何かこのガイドラインを見て、お気づきになった点があれば教えてください。はい、まあ、最初のところで言いますと、まあ、ウェルビーングというところがあったかと思います。やはり、まあ、まあ後にもマンダラにもつながるところではありますけど、ウェルビングでいうと感じること、まあ、マンダラでいうと考えることっていうのがやはり自分ごとかであり巻き込んでいくっていう意味では重要かなと思っています。まあ、万博自体
まあ、だいぶ、まあ、前の愛知九博名古屋の愛知の時からも言われてましたが、まあ、いろいろメディアも発達して、特に、インターネットも発達してきて、見る聞くそういうことに関しては、もうその現場に行かなくてもできるというところは ありますので、やはり、その場で感じてもらう、考えてもらうっていうところが重要なのかなと思っています。まあ、そういう観点からそういうところをしっかり押さえてやってらっしゃるっていうのはいいかなと思いますし、やはりそこが重要かなと思いますので、いろいろな方々に取り組んでいただくときは、我々もそういうところを注意してやっていきたいなと思っております。ありがとうございます。地域コミュニティという点も、まあ、少し僕らの中でもいろいろと話題になったんですけど、何かその辺がそのあたりで感じることがあれば、一瀬さんもコメントお願いします。そうですね、なかなか私も京北の住民なんで、まあ、いろんな、例えばゴミの場合でも、生ゴミはもう京都市が回収してくるところには入れずに、田んぼ畑に戻すとか、いろんな今までからこの SDGs で意識をしないところでやっているところがたくさんあるかなと思うんですけども、それをこう、なんていうのかな、ことそれを中心にできるだけ皆さんに協力をしていただいて、それがまだもう一つなんか広がるようなものに形として残れるような、そういう形に、なんかここを中心にみんなに協力していただくみたいなことを進めていきましょう。ここ何年かに、私も、まあ、今年60なんですけど、なかなか意識をして、やっていないところが、それがやってるのも違うのみたいなところがたくさんあるかなと思うので、そういったところをどんどん地域に入っていくらって引き出してもらう、ではもっといいものになるんじゃないかと、はい、ちょっとなんか答えになってるかもしれないですけど、ありがとうございます。まあ、無意識に、まあ、今までも改めて言うほどでもないけども、無意識に当たり前にやってたことが、まあ、周りから見たら、あ、そういうやり方もあるんだっていう、そこを僕らもいろいろと、まあ、もっともっと入り込みながらですけど、はい、引き出していけたらなと。あとは、まあ、いわゆる、なんて言うんでしょうね、おばあちゃんの知恵袋といいますかそういったところをしっかり、まあ、後世に、まあ、残す、記録していくっていうところも、まあ、このチャートの中で自分ごと化の流れで、まあ、できたらいいかなというふうに思います。皆さんありがとうございます。そういう感じで、今後も京大生初の持続可能性ガイドライン、アップデートしていきますので、皆さんも積極的に議論に参加しつつ、今後もっともっとより良いもの、より使いやすいもの、意味のあるものにしていければなというふうに思います。はい、ということで、あっという間に90分経って、しまいました。最後に、少し簡単に、締めの言葉を永見さんから、いただきたいなというふうに思います。永見様、いけますでしょうか。はい、まあ、施設であるとか、イベントであるとかというところは、若干皆さんからすると非日常的なところもあるかとは思いますけれども、そういった面も、なんというか、生活の一部というか、まあ、関わりがあるし、いろいろ環境負荷とか考える上では一つの拠点になっていきますので、今日また改めて、そういった点も視点もあるということに意識いただけたらと思います。また今後2025年に向けて、大阪万博、大阪・関西万博にも興味を持っていただけたらと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、施設、企画の、今日から始める、施設企画の、持続可能性、セミナー、これで、終了とさせていただきます。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。
ました。ありがとうございました。